モーションTVです。そしてどうもナビです。はい、お願いします。はじめまして。はじめまして。お願いします。お願いします。なんか見たことあるあのユニフォームなんですけど、はい、なんかチーム所属してるんですか？これあの橋で大井チャンネルさんとあのディッカーズなんですけど。ああ、はい、彼は所属してますよ。所属してる。はい、去年の9月から入ったんですか？入ってやってます。で今日はあの大井くんもいるんですけど、はい、今回僕とあのナオピーさんでロンティー対決するんですけど、はい、ナオピーさんもチャンネルあるじゃないですか、はい、なんかすげえホームラン打ちまくってる動画を結構見るんですけど。ああ、はいはいはい。去年はあの21本。21本、はい、やばっ。それロンティー対決、はい、僕もそこそこあのパワーはある方なんで、はい、ちょっとあの勝負させてもらって、はい、レフト結構深いんですけど、はい、もう超えまくっちゃいましょうと。超えまくっちゃいましょう。で今日はあの八王子レッグスタリティの映画と良平と大井くんがあの手伝いをしてくれます。で僕らでこの一塁線からレフトの方にね、レフトの方に打って、まあ、超えた数をちょっと数えていって、あのどれぐらい超えたかっていうのをやっていきたいと思います。よっしゃという感じでやっていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞどうぞ。飛びがすごい。ここで消される。はい、よっしゃー。ダメだ。うわー、ダメですね。お、ダメだ。お、何番だよ。大丈夫か、大阪。あー、やばい。プレッシャーを耐える。やばいぞ、これ。プレッシャーを耐える。お、これはチョーク？超えた！危な！ラスで超えた、ラスで超えた。今ちゃんと取れてました。ラスで超えました、超えました。あー、よかった、危な。おめでとうございます。でもあれっすね、ワンバンとか多かったですね。そうですね、惜しかった。はい、で結果1本。はい、はい、じゃあ今あの、今 A 級の箱でやったんですよね。はいはいはい。 A 級の箱でやって、あ、今使ってないんですか？いや、使ってないです。で、まず A 級に打って、そこから今度は M 級の12級で投げていきます。おー、はい、わかりました。じゃあ交換ですか？次交換。はい、いきまーす。よし、おーす。投げる、投げてる。まあ、この辺でもいいですよ。遠いな。遠いか。よし。あーびゃ、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 アビアホン、アビアホン、マジか。何のバットですか？マイルな。何が起きてるか分からない。私マジで。スプレー、スプレー。マイルな。スプレーありますよ。自分のバックに入ってると思います。いいな。ちょっと投げちゃうかと思って、結構頑張って俺。やばい、行っちゃわないようにと思って。いい加減されてる。いやでも滑んな、これ滑んな。見せない、これ。気を取り直して。あ、うまい。こっちやっちゃって。巻き、怖え、なんか怖いんだけど。よし。あ、やばい、ちょっと怖くなってきて、ボール、あのバットが飛びそうで。いった。おい、あ、全部引っ張っちゃう。もうなんか怖くて、バット怖くて、バット滑り怖くて。よし、あ、はい、今落ちたな。よっ、これは、これは失速。いや、ドアネイル来た。おー、これいったんじゃない？来た。おー、これいったんじゃない？これはいった。いってないのか。いってないのか。今ちょっと失速早いっすよね、やっぱ。ありがとう、平気だと失速かよ。やった。おー、やった。これやった。おいったの余裕だな。いやー、結構ライナーでね。ライナーでライナーで見ましたね。やっといった。はい。お、
互いに一本。じゃあ、あと MK 対決ですよね、もう MK 対決でラスト。はい、12球でいこう。12球、1人12球ですか。あ、で、超えた数 OK です、行きましょう。行きましょう。よし、お願いします。よし、お願いします。負けるぜ。行きまーす。高めね。高め行くね。はい、あ、助けてね。滑るですね、これ1球目。3球目。おーい。何球いった今。あ、いいや。お、あー、ダメだ。はい、6球目。リーダーついてる。これ。あ。確かに。おい、いい。これは？どう？書いてない。おい。十球目です。いやー、2球です。いやー、2球しかない。2球しかない。まあ1球入れとけば多少はプレッシャーそうね。1球勝ち込んどけばこのレガシーね。鬼に力をですね。1、2。うわあ、これはまさか。どうだ。うわ、惜しい。ラスト1です。よっしゃー、惜しいね。ゾンティで出す方が分かった。ラスト1、2。うわー、お、まさか。あー、惜しい。チョクか。惜しい。今めっちゃ惜しかった。いやです、叫びなかった。叫びなかったですか。叫びなかった。記録ゼロっていうことただまあまあまあいい距離はいってますね。感想どうですか。いや、しかし、大阪の皆さん、すみません。ありがとうございます。はい。あぁ、あ、滑った。つるん。あぁ、あぁ、いった。どうだ。いやぁ、入った。行きました。擦った感じしたんですよ。もう行かないかなと思ったけど。いやー、やったな。はい。どうですか。悔しい。悔しいですか。負けました。敗因は、敗因はバッテ。持った。うわー、行った。ない。はい。いや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 、ただ、ね、もう入っとるやん。アクティブの軸が入ったんですか。いや、バットのもともと。あ、そう。いやー。ありがとうございます。というわけでお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、いい戦いでした。いやー、いい戦いでした。悔しいな。悔しいですか。ナンバーワンって言ってましたけど、あの、もっといっぱいいるんで。そうですね、はい、本当に関西の皆さん、すいませんでした。結果は、4本と0本0本っていう感じで1本も打てなかったね。まあ、でもいい当たりが頻繁にあったんで連発してたんで。いや、恥ずかしいな、そうやってやれるのが恥ずかしいな。いや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 、まあまあしょうがないですよね。そうっすね。まあ天気もまあこんな感じで雨だし、まあ、バッテも滑るし、コンディションが悪い中で、でもあのフェンチョク結構あったんで、まあまた挑戦しに来いよみたいな。そうまたリベンジを。そうっすね、お願いします。ぜひぜひお願いします。今度はあのいい天気の時にぜひともやりましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、というわけで本日コラボしてくれましたナオピーチャンネルさんの、はい、
YouTube のリンクですね、はい、動画の概要欄に貼っておきますので、はい、チェックの方よろしくお願いします。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお願いします。よっしゃ、皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たんです。マジいつの間に、まあ、さらっと話してだってよ、だってよ、みんな、あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ、竹、もう右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですね、下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの衝撃球種、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですけど、親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで、プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだプチなんで、でもね、金額じゃないから、まあそうですね、うん、気持ちだから、ついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらいですから、自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい、で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたね。これ、はい。Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ。何種類です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した。プラス、モンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。